こんにちは、はるかぜツアーです。今回は三沢空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発は9月です。三沢空港を10時10分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の15時57分に到着いたします。直行便はございませんので、羽田空港到着後は成田まで移動していただいて、 そして成田からのご出発となります成田空港出発後はカナダのカルガリーという町に入りますここで航空機を乗り換えてイエローナイフへと向かいます航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます9月はお休みもあって比較的混み合ってまいりますご旅行の計画やご予約はお早めにされることをお勧めいたします イエローナイフでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。今回は9月出発の三沢空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。